たけのこたけのこあった。500円結構する。くっそー、みんな子供に払わせて。ほいー、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで仏壇におまんじゅうをお供えしよう。ってことは家の中か、仏壇やもんねあ、てか中にキュッピーあったんやね。広い。めっちゃ家広い。いいね、なんか。でもこういうのって一人でおったら怖そう。え、なんか横にさ、あれじゃない？妖怪のやつあることない？置物みたいな。座敷わらしとかあんな感じじゃなかったっけ？おじいちゃん、あゆながおまんじゅうを持ってきてくれましたよ。おまんじゅうは私の好物ですけど、あなたの方がもっと大好きでしたね。おお、キリッとしている。この写真の方があゆなちゃんのおじい様ですか？うん。私が生まれる前に死んじゃって、会ったことはないんだけどね。あゆな、あんたのおじいちゃんはね、頭が良くて、イケメンで強くてね。なんか若い時めっちゃイケメンやったっていう感じがする。おじいちゃんになってもキリッとしてるけん。本当に立派な人だった。おばあちゃん、それ前にも聞いたってば。もういつもベタボムなんだから。これってさ、別にその主人公がケイトの方やったとしても同じなんよね。でもふみちゃんとケイタで家は違うのにね亡くなった今でもそう言えるとはまさに愛ですね。こんな広い家に今おばあちゃん一人なのか。めちゃくちゃ部屋余りまくっとるやん。さて、おばあちゃんはそろそろ夜ご飯の用意でもしようかね。アイナのためにごちそうを用意しないとね。家具ほとんどなくない？うわー、楽しみ。私も何かお手伝いしようか。アイナは優しいね。でも大丈夫だよ。ご飯ができるまで遊んでらっしゃいな。はーい。あんまり遠くに行っちゃダメだよ。お、クエストをやってみ、あ、キークエストね。なるほど。キークエストをクリアするとストーリーに続きが始まるよ。ほらほら。え、なんでてんてんてんな。こういう妖怪おったよね。これはあれか？え、なんか消えたんだけど。なぜ消えた？なんか、レンズに切り替えたら消えるんやけど。でもまあ、反応がないってことは妖怪ではないということよね。待って、今ってさあ、体力回復されてないね。回復しとくか。とりあえずレベル10ぐらいまで上げたいんだけど、これか、ミニ経験値玉。あ、いやでも普通にしとったら上がるか。よし。いや、なるべくああいうのもったいないけんさ、置いておきたい。あそこやな。なんかあの段々畑みたいなところに。うわー、いいね、景色。めちゃくちゃいいっすね。ザ・田舎って感じ悪い意味じゃなくて。あ、結構回って入っていかんといかん感じね。あ、どうも、君かい？足の速い少年。よう、この辺じゃあんまり見ない顔だな。これから友達と鬼ごっこするんだ。お前も混ぜてやるよ。2分以内に16人中6人捕まえたらお前の勝ちってルールだぜ。でも16人中か。結構じゃない？新鬼ごっこ。何新って。熊本村の子供たちが大集合だ。真の力が試される鬼ごっこで勝負だ。よし。真の力。そうこなくっちゃな。新鬼ごっこ発生。2分以内に6人捕まえろ。この範囲だけ。この逃げている人を捕まえよう。ん？君か？僕の速度に追いついたらと？ごめんね、今私地図の方しか見てなかったんやけど、ターボな男の子。全然ターボじゃなかったよ。消えた。君か。もう終わり？よく動く男の子。で、今。あ、でも今の間はあれなんやね。あ、違うわ。あの人は逃げてなかった。やられたシャカリキ少女。今の間はダッシュのスタミナがないんかと思ったら B ボタンを押せてなかった。で、君もだろ。あれ違った？うお、足の速さで負けた。あれこの子一番最初の子、足の速い少年。こんなんやったっけ？てか今止まってたよ。あと2人。え、全然余裕じゃね？入れんかった。君は？あなたまあまあやるじゃない。あくまでもまあまあだからね。まあまあな少女。君もまあまあじゃないか。ごめんね。全然価格に収まってなかったけど。君は、割とガチな男。君は、あれだよね。おじさんかい？はあはあ、やるじゃねえか。ごほごほ。子供じゃなくね？あ、やった、捕まえたやん。成功、イエーイ。なんか何人までいけるかとかやらせてほしかった。6人でおしまいじゃなくて。あっちゃー、負けちまった。お前見かけによらずやるじゃねえか。次に遊ぶときは絶対負けないからな。新鬼ごっこバッチリ解決。これって繰り返し系？それともまたレベルアップしていく系かな？そっか、こんなクエストでもレベルが上がるんか。こんなはやてのバッジつけるだけで吹き抜ける風のように素早く動けるようになるバッジ。みんなこういうのつけてる感じ。オーロラバッジ、これ綺麗なんやけど、オーロラのように鮮やかに動き見る人を魅了するバッジ。あ、でもどっちも素早さはプラス20なんやね。力マイナス 12？ やだな。揚力がマイナス12もいいや。見た目で選ぼう、こっち。ボーナスチャンス。シュババババババパシュバババババ整いました。初めて見た。当たりー。なるほどね、整うパターンがあるんね、あれ。今のはキークエスト？ようまた会ったな。もちろん鬼ごっこで遊びに来たんだろ。この間は負けたから今度はもっと難しくするぜ。なるほど、今度からはそのクエストとしてじゃなくて普通に、まあ、ミニゲームの一環としてできるようになるってことやね。3分以内に16人中10人。うう、増えた。いや、いいです。なんだよ、せっかく誘ってやったのに。個人的にはやりたいけど個人的にはやりたいけど、とりあえずクエストじゃなくなったけん今は大丈夫。分校、本校はどこにあるんやろ。え、ちょっと待って。お寺、お寺。キークエストって3つあるやろ多分。もう1個どこなんやろ。あ、なんかこういうさ、わかる、川の中にある小島みたいな、ああいう場所なんかすごい楽しそうじゃない？よっ、スタミナも手に入れた。ああいうの、ああいうのなんかいいなって思うよね。何がって感じだけど。はい、お寺に到着。どうも、一徳寺和尚。妖怪を連れとるということはあれかな。ウィスパー、あれって妖怪やアイテムの合成のことかな。これもまたクエストに。前にも商店寺の和尚さんから同じ質問をされませんでしたっけ。でしたらもう間に合ってます。はっはっは、違う違う、妖怪のコンヘンゲじゃよ。コンヘンゲ、はて何のことでしょう。コンヘンゲじゃな。妖怪の持つエネルギーを固めてコンという塊にすることじゃ。コンを他の妖怪に持たせるとそいつの能力がアップするんじゃ。おお、そしてなんとコン同士を合成することもできる。なんですと？合成したコンを持たせた妖怪はさらに能力がアップするんじゃ。が、妖怪を妖怪として持っておくわけじゃなくて魂に変えてしまうということ？なるほど、多分。エクセレント。ウィスパー、本当に分かってるの？ええ、もちろんバッチリ分かってますよ、多分。はあ、はっはっは、ものは試しちゃってやってみるかの。秘技、コンヘンゲの術。熊本村にある一徳寺にいる和尚さんが妖怪のコンヘンゲを行ってくれるようだ。ってことは、まあ、妖怪がダブった時とかにすればいい感じ。え、今んとこ妖怪ダブってないんやけど、ダブることってあるよね。一通りしか仲間にならんとかじゃないよね。よしよし、それでは早速妖怪のコン変化を始めようかのと言いたいんじゃが、実は問題があっての。問題と言いますと、コン変化の術を妖怪にかけるんじゃが、それにはタケノコが必要なんじゃ。え、どういうこと？タケノコが必要なんですか？うん。じゃがちょうど切らしておっての、入山商店に売ってたはずじゃ。すまんが持ってきてもらえんか。あ、なるほど。タケノコを取りに行くんじゃなくて、何、野生の買いに行くんやね、普通の店に。はいはい、お安いご用で。ささっと持ってきますよ。なんでこの変化の術にタケノコが必要なんだろう。お塩さんが食べたいだけやね。ひぎ、この変化の術発生。もしかしてタケノコ、いや持ってないか。タケノコゲットするようなことなかったよねな。あ、そっか、そういえばこんなものは預けられたね。怖い怖い。いつ取りに来るんやろうな。てかどこにおるかわからんはずなのに取りに来られても怖いけど。え、入山商店ってさ、このお店？あ、入山商店や。よし。よう来たね。何か買っていくかい？買います。タケノコあった。500円結構する。くっそー、みんな子供に払わせて全然お金出してくれんねえけど。普通渡すよね、頼み事するときに。なんで代わりに出しておいてねってことになるんやろ、小学生相手に。はい、持ってきてよタケノコ。はっはっは、どうやらタケノコを持ってきてよじゃな。はい、どうぞ。タケノコを手渡した。うん、良いタケノコじゃな。コン変化の術も成功間違いなしじゃ。でもタケノコなんてどうやって術に使うんですか？ああ、いやいや、わしの大好物でな。ほらやっぱりこれがあれば気合が入るんじゃよ。え、それだけ？それだけとは何を言ってるか。心の持ちよいは大事なんじゃぞ。そりゃそうですけど、まあこれでコン変化の術が成功するんじゃからいいではないか。本当に成功するんだろうな。はっはっは、それじゃあ始めるぞい。なんだか自由な方ですね。でもこれで妖怪のコン変化をやってもらいますね。妖怪が持っている不思議な力の塊、それがコンです。ふんふん。一徳寺のご将さんに頼むと妖怪をコン変化させてくれますよ。あ、コンってあれなんや。なんか妖怪をゲットした感じなんかなと思ったけど、妖怪の種族のマークに変わるんやね。もちろんコン変化をした妖怪は消えてなくなるわけではなく、え、そうなん？消えてなくなるんかと思ったよ。いつでも生身の体に戻れるそうなんですが。あ、そういうこと、なるほど。コンもあるし、その実体もあるっていうわけではなく、コンになったり戻ったりっていうことなんや。スキル前のめり、敵を倒すたび攻撃力がアップってめっちゃすごいやん。誰のコンなんやろ。気ままで短期グレルリンとかかな。いや違うか、これあれやんね。なんて言うんやっけ、平和ほのぼの、ちょっと忘れた種族名。妖怪メダルはなくなってしまうので呼び出すことは二度とできなくなります。え、どういうことどういうことどういうこと。妖怪メダルはなくなってしまう、呼び出すことは二度とできなくなる。生身に戻れるんじゃなかったの、どういうこと。またコーンは他のコーンを素材に合成することでさらに強化することができます。素材となるコーンのレベルが高いほど大きく成長しますよ。強化したコーンを妖怪に装備してバトルを有利に進みましょう。え、じゃあ結局何、元には戻らんってこと。え、よくわからんかったんやけど、あれなんか言いよることが全然違ったぞ。秘技コン変化の術バッチリ解決。まあ、じっくり考えてやれってことやね。こういうなんか強化系みたいなのめっちゃ苦手なんよね。あんま考えてできんけん。鉄壁の守り、持つものを鉄壁の力で守る重みのある鉄の守り。まあ、こういうのはちょっと私はマジでよくわからんけん見た目で選びます。幸運の守り、こっちがかわいい。幸運が宿っている守り、持つものを不思議な力で守ってくれる。だってどっち持ちたいかって言われたらこっちやもんな。重そう、なんか鉄壁の守りもらいます。いや、まずマネキンが外におること自体がおかしいんやけどね。気のせいずる。ちょっとマネキン外れ。あ、気づかれんといかんかったん、逆に。